はいどうも、たっぷりカブタムシのお時間です。今回は世界最強のカブタムシの一種として名を馳せるコーカサスオオカブトの戦闘能力を徹底解説していこうと思います。コーカサスはヘラクレスと並んで人気あーにゃ頑張ります。知名度が圧倒的に高いカブトムシで、人によっては世界最強はこのコーカサスという人もいるくらい高い戦闘能力を有しています。そんなコーカサスにも亜種というのが存在していて、合計4種類の亜種が確認されています。一般的に多く出回っているのはジャワコーカサスという亜種ですが、今回は最強のコーカサスと呼び声の高いスマトラ島に生息する亜種、スマトラコーカサスの戦闘能力を調査していきます。それでは本題に入りますが、動画の構成として基礎ステータスの紹介、戦闘スタイルの紹介、闘争心の塊になりますので、最後まで見ていただけたらと思います。はい、それではまず基礎ステータスの紹介っていうところから、やっていくんですけど、まずはこちらをご覧ください。このステータス用、見方がちょっと難しいと思いますので簡単に見方の方説明しますが、ステータス表はほとんどがグラム単位で表記していて、持ち上げ力と挟む力に関しては回転する力になるので、キログラムミリメートルという単位を使用しています。持ち上げ力、挟む力の回転力に関してはイメージが難しいと思いますので、頭角の先端と付け根付近でだいたいどのくらいの力が加わるのかも計算して出してますので、そちらも参考にしていただけたらと思います。それでは順番に見ていくんですけど、まず持ち上げ力、これに関しては正直弱いと思います。これは単純な力が弱いっていうわけではなくて、頭角を振り上げる力に対して爪で体を支える力が弱くて、うまく力を発揮できていないというのが原因だと思います。これに関してはより詳しく解説した動画も、出してますので、気になる方は概要欄か右上のカードから見ていただけたらと思います。挟む力に関しては、強い部類だと思います。頭角を振り上げる力自体は強くて、頭角の突起と、真ん中の胸郭、この短い角ですね、この間に物が挟まると形状と挟む力が相まって破壊されてしまう確率が高いと思います。これも自然界では強力な武器の一つだと思います。続いて爪でしがみつく力、走力に関してはコーカサスは、この力が壊滅的に弱いんよ。これは先ほどの持ち上げ力にも影響していて、耐久面というよりは攻撃面で、影響が出ています。耐久面に関しては足が長くて引き剥がされてもすぐに復帰できるっていう強みがありますが、攻撃面では爪の弱さが露骨に出てしまっています。押し合う時の力、押し力に関しては大型のカブトムシ全体で見ると平均的な数値になります。押す時は足の頸節という部分を使って押し合うんですが、その頸節を地面に突き立てて全体で押していくので、しがみつく力自体が弱くても影響はほとんど受けません。そのため他の大型のカブトムシと同等クラスの押し力を持っています。続いて戦闘スタイルの紹介になりますが、コーカサスは体を浮かせて頭角を下げ、相手を3本の角で挟み込むスタイルになります。このスタイルはコーカサスの特徴が出ていて面白い戦い方なんですが、この体を浮かせるというのが特徴的で、これはコーカサスの湾曲しすぎた頭角の影響だと思います。コーカサスの頭角は他のカブトムシに比べて湾曲が強くて、相手の体の下に潜り込ませるには不向きな形状をしています。そのためコーカサスは自身の体を浮かせて頭角が相手の体の下に入るようにしています。これに関して僕たちはいいところも悪いところもあると思っていて、
まず悪いところに関しては体を浮かせているので、この時に先手を取られて持ち上げられると簡単に地面から引き上がされてしまうっていうリスクが高いと思います。それに対していいところっていうのは、相手を持ち上げる時の可動域が広いところになります。これは意外と知られてない部分かもしれませんが、頭角を振り上げる時に浮かせた体を反り返るくらいまでひん曲げてきやがるので、頭角がこれでもかというくらい動きます。兜の頭角を振り上げる攻撃っていうのは、基本的に相手の足を妨害しますが、このコーカサスの場合は頭角の可動域が広いために相手の足を強引に引き剥がすこともあります。この攻撃によって相手のメンタルに大きなダメージを与えて戦意喪失を狙うこともできます。またコーカサスはその長く伸びた3本の角でカブトムシ界トップクラスのホールド性能を持っています。一度相手を捕まえると、たとえ相手が戦意喪失して逃げようとしても逃がさずにずっと締め上げ続けることもあります。この捕まったら終わりの3本の角はコーカサスの強力な武器の一つだと思います。最後に闘争心の塊っていう部分に関して紹介します。コーカサスの特徴の一つとして異常な闘争心があります。コーカサスはその狂ったような闘争心がマニアの間では有名なことで、多くの兜やクワガタは相手が強い、勝てないと判断すると戦意を喪失してしまうのですが、コーカサスは基本的にどんな相手と戦っても戦意喪失することがない個体が多いです。そのためコーカサス同士だとどちらかが力尽きるまで締め上げ続けるという事例もあるそうです。カブトやクワガタの戦いにおいて最重要項目といっても過言ではないこの闘争心が異常に高いのが、筋力では最強格のヘラクレスとか、レックスゾウカブトよりもワンランク下のコーカサスが最強のカブトムシと言われるゆえんだと思います。はい、ということで今回はコーカサスオオカブトの戦闘能力の解説でした。今後もカブトクワガタ関連の動画を上げていきますので、興味のある方はチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。うん、さすがスプレーちょっとね。どういうこと。